画面の前の皆さん、こちらこてつなです。ということでね、今回はアサルトライフルの立ち回り基礎の基礎編ということで、まあ大事なとこはこんな感じで字幕で紹介するんで、まあ軽く補足程度に声を当てていきたいと思います。お願いします。で、最初のシーンなんですけど、初心者の方ってとりあえず開幕こう周りに流されて、まあなんとなく走り出すって方多いと思うんですけど、あれなんで走り出すかっていうと、最初に自分にとって有利なポジションを確保するためなんですね。こんな感じで、まあ、今回アサルトライフルなんで中距離で、かつこうやって頭出しって言われるポジション、こういう有利なポジションを確保するために走り出してるってことを意識して開幕を臨みましょう。で、次のシーンですね。建物の中です。建物の中はどうしても近距離で敵と遭遇すること多くなるんで、こんな感じで曲がり角はエイムを置きながら顔を出す。で、まあここからミニマップ注目してほしいんですけど、敵が来るのが分かってますね。なんであえてこうやってちょっと後ろに飛んで距離を取る。至近距離で戦ってもアサルトライフルにとってはいいことはあまりないので、でここもね、エイムじゃないですね、ミニマップを見て自分から行かずに敵が来てくれるのを待つ。自分から距離をわざわざ詰めてこう不利な距離にする必要はないので、まあこんな感じでね、こうミニマップを常に視界に捉えておく、これが大事ですね。で、ここなんですけど、わかりやすく失敗な距離感ですね。完全にショットガンとかサブマシンガンの距離感なんですね。で、相距離で戦っちゃうとこんな感じで、こう、アサルトライフルではさばききれないんですよね。うん。カバーした敵にやられてしまうっていうのが多いんで、今みたいなシーンはあまり作らないようにしましょう。で、ここなんですけど、体力が減っちゃってる、いわゆるローって言われる状態なんですけど、こうね、ミニマップ見て敵がいるって思って顔出したんですね。けどまあ当然体力は減ってるんで、うん、こうどんだけ技術が上がってもこう体力がね上がったりとかそんなことはありえないんで、まあどんな技術が上がっても今みたいなシーンはこうね引いて体力を回復する、それが大事だと思います。でまあくどいようですけど、こんな感じでね、ミニマップから予測して常にね、こう近寄らせない、距離を保って戦う、距離を保って戦う、これを意識しましょう。まあ本当にアサルトライフルはこう何度も同じことを言うようなんですけど、これしかないですね。曲がり角はエイムしながら顔を出す。でここをミニマップ見てほしいんですけど、右から敵がいっぱい来てますね。なんですぐ右を向きましょう。でクロスエアを入り口に置く。そうするとエイムを構えた時に勝手に敵がこうやってね、エイムの中に入ってくれます。こうすることによって近距離でもサブマシンガンに打ち勝てる。ここも同じですね。サブマシンガンに相手でも近距離で打ち勝てる。なぜなら、最初からエイムが合ってるんで、エイム合わせる時間がいらないんですね。当然、キルタイムが短くなるんで。アサルトライフルみたいな近距離弱い武器は、ああいうのがね、特に重要になってきます。でまあね、ほんとくどいんですけど、ここも同じですね。ミニマップを見て予測して距離を取って構える、うん、FPS が、でも重要な話ですね。もうアサルトライフルというよりも FPS でこう大事な基礎の立ち回りっていう感じだと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。普通の実況動画も上げてるんで、よかったらチャンネル登録していただけると、泣いて裸になりながら喜ぶんでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。こてつなーでした。おつぽん。